歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦容疑者は今年5月、東京目黒区の自宅で意識が朦朧とした状態で見つかり、別の部屋で倒れているのが見つかった両親は死亡が確認されました。警視庁は母親に対する自殺ほう助の疑いで猿之助容疑者を先月逮捕しましたが、その後の捜査で父親の市川段四郎さんに睡眠導入剤を飲ませ自殺の手助けをした疑いが強まったとして、猿之助容疑者を今日再逮捕しました。調べに対して父親が自殺することを手助けしたことに間違いありませんと容疑を認めているということです。捜査関係者によりますと、猿之助容疑者はこれまでの調べに対して、3人で自殺することになったのは私に関する記事が週刊誌に掲載されることが引き金となったと話していました。両親や猿之助容疑者の体内からは、猿之助容疑者が処方されていた2種類の睡眠導入剤の成分が検出されていて、逮捕前の聴取に対して両親ともに10錠くらい飲ませたと話していたということで、警視庁は裏付けを進めています。